はい、えー。今日はですね、えー、2024年度版の、えー、J リーグ YBC ルヴァンカップ、えー、ファーストラウンド2回戦の話だったり、えー、J3 地獄のロードマップについて、えー、お話しするのと同時に、えー、原始症について、えーえー、聞いていただければいいかなと思ってます。だからトピックはこの3つですね。はい。 それについてのお話をしていきたいと思います。最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。まずはね、2回戦でアウェイに参戦されたそれぞれのチームのサポーターの皆様、お疲れ様でした。はい。えっとですね、まず僕が、えー、この2回戦見てちょっと違和感感じたことについて言いたいと思うんですけど、えー、J3 からは、えー、次の3回戦に。 進んだのが、えー、琉球富山長野っていうふうに、えー、の 3, 3チームなんですけど、えー、実はこの3チームともジャイアンントキリングしたわけではありません、はい、あのそこの認識だけははっきり、えー、してもらいたいなとよく皆さんがこう、ね、天皇杯とかで騒ぐような「ジャイキリだ」みたいなあそういうものとは全く別のタッ 戦いだったと思います。正直言うと。はい。で、ちょっとね、その話の前に、あの、J リーグの広報の、あの、世耕大臣に似た広報の人に、あの、ずんぐりむっくりのおじさんに言いたいんだけど、言ったでしょちゃんと組み合わせ考えないと、結局、あのー、たとえね、J3 で、 ホームゲームやったとしても、実りが薄いんですよ。だからその仕組みをもうちょっと吟味してほしいと思います。までも今年は J1 から J3 まで、えー、カテゴリーを隔てることなく戦えるっていうことに対しての意義っていうのはあったと思うし、あのー、J1 のね、サポーターの中であの、じゃあ遠くでも行ってやろうっていう気概のある サポーターがいてくれたことに関しては本当に感謝しております、うん。ただし、このずんぐりむっくりの J リーグの候補のおじさん、あの、ちゃんとやってくれ俺今日は怒ってるんだよ結局、ね、どこかのチームが貧乏くじを引く羽目になるんですよ。で、今年で言えば、そこ、その貧乏くじ引いたのはどこかって言うと長野なんですよ。はい。それについてのお話だったり、 えー、これから、なんでそういう風に言ったのかっていうお話していきたいと思います。で、さっきも言ったように、あの、別にジャイアントキリングが起きたわけじゃなくて、えー、例えば、えー、ガンバ大阪に勝った琉球は、あの、J3 では攻撃力は間違いなく今の時点でナンバーワンです、えー。彼らの攻撃力の完成度っていうのはものすごく高いです。ん、えー、それと、えー、 あれエスパルスか、エスパルスに、えー、PK 戦の末勝ったカタール、富山も、あのー、守備力では間違いなく J3 ではトップクラスナンバーワンかナンバーツーぐらいですよ、まあ、人によっていろいろ分かれると思うんですけど、えー、特にねゴールキーパーの田川選手は今年の出来っていうのはまあ素晴らしいものがあります、はいえー、じゃあ長野はっていうとはっきり言います この2チームとは全く別です。ただのバカです空気を読めない。ただのバカね。でね、あのー、今年の看板は違います。AC 長野パルセーロではありません。僕何回も言いますけど、一律船橋高校サッカー部長野文校です。え、ね、メンツ見てもらえればわかると思うんですけど、なぜ僕がこんな風に言ったの で、どの辺であれだけの試合をやってバカっていう表現をしたのか、これからその理由についてお話ししていきます。はい。えっ、ー、と、観客が、えっ、ー、と、この試合3700人集まってもらって、よかったと思うんですけど、えー、僕ら一般市民からすると、まあ、えー、また試合があって、えー、ね、ナイターで試合やるんですけど、で、 え、人数集まらなかった分は、また死の税金の持ち出しかよっていう絶望感。あるんですよね。あるんですよ。もちろんね、京都のね、サポーターにはすごく感謝してます。本当に。長野みたいなとこまでわざわざ足運んでもらって、本当にありがたかったと思うし。で、長野のお客さんで多分期待していた 選手っていうのが一人いてそれが誰かっていうとえー、京都のその3番浅田省吾選手だと思うんですね浅田一目でいいから見たいなって思っているうーんね浅田選手はあの長野県出身の選手なんですよね安曇野出身の選手なんですよねだから浅田見たいなと思って集まられたお客さんもいると思いますせめて ベンチでいいからあのベンチメンバーに、まあ、も,もちろん出さなくてもいい,い,いんですけどあー顔見たかったなっていうお客さんもいたんじゃないかなと思います。はい、で琉球と富山はあの質の高いサッカーであのきちんと、あのー、J3 は決してレベルが低いものじゃないんですっていう証明したと思います。 うん、でもちろん負けたあのガンバさんだとか清水エスパルスがレベル低いってわけじゃなくて、まあ、ガンバさんが今優先しなきゃいけないことは、えー、優先順位で言うとリーグ優勝、ね、優先順位で言えば、まあ、あ次がまあルヴァンか天皇杯勝てる勝ち進めるんだったらそこも狙っていこうっていうところあるいはやっぱり残留。 J1 に残留するっていうことも、やっぱり一つの目標なんですよ。で、エスパルスの話で言うと、エスパルスも去年あれだけ悔しい思いしたので、何が何でもリーグ戦で優勝、も,もしくは最悪でも2位に入って、えー、きっちり昇格するっていうのが優先順位の一番上なんです。ルヴァンであの勝つことが目的ではないんですよね。両チームともね。 こういう条件か、条件下の中で、ジャイアントキリングっていうのがもはやちょっとおかしい表現の仕方なんじゃないかなって思ってるのが僕の感想です。うん、じゃあ、長野はどうだったか。さっきも言ったように、こいつらはただのバカなんですよ。ただのバカって何かっていうと、あの、はっきり言います。試合内容は、あの、悪くなかったと思います。特にあの、得点のシーンで言うと、そのサンダ選手の、 えー、方向転換でヘッドしたあれだけの、うん、スピードボールに対して臆せずこう方向転換してヘ,ヘディングで入れたっていうこところの技術もすごかったと思うし、えー、その西村選手がああいう密着した中での、うん、ブレーキの効いたボールを、えー、あれ誰だっけ黒石選手、うん、に。 えー、ボレーできるようなボールのパスもう素晴らしかったし、うん、もう一回黒石選手にあれやれって言われたら多分決まらないです。十中八九。いくつかの偶然の副産物の中で、うん、勝てたというだけです。ね、最後、杉井選手が入れたんだっけセットプレーで。でもね、そのあとなんですよ、結局。あのー、例えばね。 負けた京都の選手に対して、俺みたいな感じの部分があってもいいし、あれだけ競った試合なので。まあ、徳島の時とはだ,だいぶ状況が違ったし、あるいは京都のサポーターがまたもう一回長野とサッカーやりたいよねって思ってくれるような行動を取ったかって言われたら、お前らわかるだろう。そういう行動を取ってなかったよね。特に杉井だよ。 またバカみたいにはしゃいで、松本の村越みたいに。うん。サポーターにちょっと煽られて気持ちよくなって、うわやったぜ、勝ったぜ。だからお前らは J3 なんだよ。いいかいプロとアマチュアの違いって何か教えてやるよ、おじさん。例えば年間で50試合やるとして、1試合目から50試合目まで常に一定の力を発揮できるのがプロなんだよ。 お前らは違うんだよ。何かこういう、あの、ルバンだとか天皇杯、ね。どうか俺をここから救ってくれっていうような試合の時だけはしゃぎ出すんだよ。急に。え、ね、え。長野に1秒でも痛くねえから。それはわからなくはねえ。だけど、プロの評価っていうのは、1試合目から50試合目までずっと同じクオリティの 呃、プレイができるかどうかで決まるんだよ。だからお前らは J3 に留まってるような選手なんだよ。ちょっときつい言い方するけど。うん。そんなことも高木監督や、の布のさんに習わなかったの。だったらこの二人って別に、えー、長野に必要ない人だよね。ちょっと言い方きついけど。俺が長野文庫って言った理由もわかるだろう。なんとなくてめえら。 で、俺たち働き鉢に、あの、3700人しか集まらなかったんで、あと補填よろしくです。ふざけるなよ、お前ら。うん。そんな何の実りもねえような試合やって、またリーグ戦でひょい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 負けるわけだよ。うん。内容は決して悪くなかったよ。 だけど、それは小手先だけの得点だよ、所詮は。そうだろうだから、俺は富山だとか、琉球とは質が違う、ただの馬鹿な集まりっていう表現をしたんだよ。サポーターも含めて。わかるかお前ら、 サポーターも含めて、選手もそうだけど、また、また長野とやりたいなって思うようなサッカーやれたかい怪しくねえかい決して悪くなかったよ、内容は。見応えもある部分はあったし。だけどさ、やっぱ肝心なとこ外してんだよね。ああいう奴に負けても気持ちいいなっていうような勝ち方だったかっていうと、 怪しいんだよね、そこは。サポーターだってそうだぜ。京都のサポーターに、徳島はちょっと別だけど、優しい言葉投げかけられた無視しただろう、多分。敗者に投げかける言葉なんかねえもんね。だけどね、そこなんだよただスタジアムがいいだけの場所。それで終わってんだよね。 で、俺たち働き鉢に。あと、あのー、足りない <laughs> 税金でよろしくです。<laughs> うん。長野マラソンは1日で2億円売り上げられて、結局サッカーは年間通したって6000万円売り上げるのはやっとなんだよ。わかるか俺たちの怒り。てめえらはただ気持ちよくサッカー玉蹴りやってたある、やってる間にこっちは汗くせ、働いてるわけだよ。 うん。だよね、杉君。も、もうちょっと振る舞い考えろよ。たとえホームとはいえ。お前はしゃぎすぎなんだよ、バカ。だから J3 止まりなんだよ、お前は。くるくるパーカー なんで勝手そんなこと言われなきゃならねえんだよって多分お前が怒り散らかすかもしんないけど。だからシュタルスさんも消えたんだよ。わかるかいちょっとした手順間違えたり優先順位間違えるとそうなるってことよ。悪い監督ではなかったよ。ただ、やっぱり優先順位とか手順すぐ間違っちゃうんだよね。経験則がないから。 うん、じゃあ、もう一つね、京都の、あの、サポーターに、なんで敗戦したか納得できてない人もいるから、長野パルセーロで起きていた現象について、すごくわかりやすい話をしたいと思います。はい。えー、じゃあこれ、ここのパートからはですね、えー、原子症についてお話しします。長野パルセーロで起きていたこの原子症って何なのか。 わかりやすく言います。これ、大宮のサポーターもね、ぜひ聞いてください。これから大宮でも起こりうる現象です。はい。じゃあ、この現象って何かっていうと、僕が作った造語です。正式名には原始通です。はい。医療用語で言うと。これ、どういうものかっていうと、オートバイ事故で、えー、大きな事故を起こして、左上腕がなくなってしまったっていう患者がいるとしましょう。え突発的に、 突発的に左上腕があるような痛みは伴うのが原子症って言われています。いや、いやいや、おじさんと医療とサッカー関係ないからって言うと関係あるんです。実は。ねえ、ちょっとね、長くなるけど最後まで聞いてください。あとあと、あ、そういうことだったのかっていうふうに納得できるので、ね、京都のサポーターも、それから大宮のサポーターも、あるいは長野のサポーターも。 でね、これはあのー、なんで現象が起きるかっていうあの仕組みの話でいうとあの脳がその例えばの話、えー、こういう事故を起こした時に大体の人がこれ外科の友達のやつから聞いたんだけど「おい大輔と「大きな事故を起こして、えー、死因になるものってお前分かってんのか?」って、ね、ある日振られたんですよ。 いや、わかんないと。そんな、なんか、内臓が破裂したりとか、あのー、ねあのー、なんていうの、損傷が激しくて、あのーうん、人間って死んじゃうんじゃねえのみたいなこと言ったら、ちげえんだと。実は、ほとんどの患者が、あの、ショックに耐えられなくて、痛みのショックに耐えられなくて、脳が死ぬっていう命令を出しちゃうんだと。えあ、そうなんうん。で、 原子症の起こるメカニズムっていうのは、その脳が、まあ脳のことって解明されてないんだけど、あの、要はその痛みを分割するっていう防御本能が働いて、えー、それを小出しに出してるのが原子症の本当の正体なんじゃないかっていうふうに外科の心身は言ってるわけ。まあある種の仮説ですよ。まだ解明されてない、それは。うん。 で、じゃあその原始症とサッカーどう関係あるのかいっていう話で言うと、実は人間って、今なんかパチッって音をしたでしょ。僕の話なんかもう多分どっかに飛んじゃったと思う。この瞬間に。なんか原始症の話してたけど今パチッって音鳴ったよなってもうこの瞬間、例えば自分のマークマンだったら、どっか行っちゃってんですよ。意識が。わかるほら。 このパチって両手を合わせた瞬間にあんたたちの意識ってどっか飛んじゃってんのよ。これが原始症なの。これは僕が作った造語だけど。で、このね、突発的にあの痛みを伴うっていうのと失点っていうものを絡めて原始症って俺名付けたんだけど、あのー、その原始症が発生するには存在感のある人間がいるのよ。必ず。例えば、 その2020年の話でいうと、長野パルセールには大城優斗っていう選手がいた。こいつが原子症の発生のもとだった。実は。で、この原子症を抑えるためにはどうやって対応するかっていうと、その原子症のもとのやつを見ないっていうのが対応策なの。対面では見ない。そこで、一番真っ先に対策取られたのが、実は SC 相模原だった。三浦大先生、早く気づいたわけ。それに。 あの試合から流れが変わって、あの、パルセールは結局、昇格できなかった。それが要因。その証拠に、佐野翼っていう選手が、あの年だけ6点取れたんだよね。それ以降は全然点取れなかった。で、佐野翼選手は多分分かってたと思う。原始症のカラクリが。大城が出てくる時に限って俺は点取れるな。それはなんで大城が、あの、存在感があったかっていうと、 あれだけいい動きなのに得点がこいつ取れてなかったわかりやすく言うと。そうなの。それが、例えば、勝手に自分のマークマンが大城優斗を見た瞬間に、あの、マークが剥がれるっていう現象が起きてた。例えば、その2020年の話で言うと、コロナ出たでしょ。コロナ出た時にみんな、あの、意識的に、な、何やってた人と避けることをやってたよね。 あの、その年って、その、例えばディフェンス陣が、あのー、何て言うんだろう。相当得、失点あったのね。それは、一瞬のためらいができるから。こう、寄せるときにも、あれ今って、普段の生活それとも、あれサッカープレイヤーっていうところで、もう、ごちゃごちゃになってたの。それが一番よく出てたのが、牧野だったの。あいつ、バカだから。基本的に。そう、切り替えることっていうのが、うまくできる選手じゃなかったの。 バカって言い方良くないよね。あの、上手じゃないの。器用じゃないってこと。うん。で、その年、2020年の場合っていうのは、多分ディフェンス陣の失点率が相当高かったと。もっとわかりやすい話で言うと、スーパーでさ、皆さん買い物してたと思うんだけど、ね。あの、スーパーで買い物でさ、ちょっと肩が震えとああすいませんって,ってなってなかった俺はなってたのね。 ひょっとしたらこいつ病原菌持ってるかもしんないと、コロナ持ってるかもしんないから今この瞬間触れた瞬間に、あ、なんか服と服でこう重なって、なんか空,、ね、空気感染すんじゃねえかなっていう怖さがあったから。なかったあったよね。それがやっぱり出ちゃってたのね。だから、この2020年に長野パルセーロが、あとちょっとで昇格できよう、 できるかもしれないってとこまで行けたのは、チームに実力があったわけじゃなくて、この原始症が発生してたから、ああいういい,い,い線まで行けたっていうだけなの。わかりやすく言うと。多分、今頃多分、横山監督や、あの、大宮にいる浦上行けは、あ、そうだったのかだからいい線いけてたんだっていう納得だったり、長野パルセルのサポーターも、ああ、そうだったんだ。それがカラクリだったんだって。 分かったと思うんだよね。で、このね、京都の一戦何が起きてたかっていうと、あのー、長野の18番の浮田っていうやつがいいんですよ。まあ、今年移籍してきたんだけど、こいつの存在感っていうのは相当あったと思うんだよ。この試合の中で。両チームの中で。みんな対面で、あのー、守備をした時に、必ず対面で守備するでしょ。守備をする時って。 自分のマークマン以外にも必ず浮田の意識ってあったと思うんだよ、18番の。あ、浮田に点取られたくないな。要注意人物だよね、こいつ長野の。いう京都の選手の意識っていうのは絶対あったはず。わかるその浮田がいることによって、あの、逆に言うと、浮田が自分の視界に入った瞬間に、あ、浮田いるっていうところで意識、自分のマークマンから意識離れて、 あのこう剥がれるっていう現象あの向こうからじ要はね自分のマークマンがいるとするじゃない京都,京都の選手と,、えー、と長野の選手が対面でいるでもその京都の選手が浮田がその右でも左でもいいんだけど視界に入ると「あ浮田!」って思った瞬間にもう離れてんだよ意識が人間の脳ってあの 目で見て追うっていう癖がやっぱりどうしてもあるの。わかる目で追っちゃうんだよ追。追っちゃいけないと思えば思うほど。こう、錯覚っていうか現、そういう現象が起きちゃうの。だから、その原子と原子をかけて原象って僕はつけたわけ。だから、京都が、 あの、実力がなくて負けたっていうことじゃないの。京都のサポーターにすごく言いたいのが。ジャイアントキリングでも何でもなくて、長野でたまたま浮きたっていう存在感のある得点の取れるやつがいたから、そこに意識がいってただけで、あの、これがね、あ、俺にこうやって言われるわあ、そういうことだったのか、という納得感はあると思う。実力なんかない、長野なんか。ポンコツ選手の集まりだから、所詮。 とはいえ、じゃあ例えばね、あのー、6番の西村っていう選手がいるんだけど、こいつはいい選手だよ。ただし、あれだけ体あって技術あって、やっぱり人間って何かしら欠点があって、こいつハーフマンなんだよね。まあ、スタミナがねえのよ。わかりやすく言えば。うん。でも、いい選手なことには間違いない。何が言いたいかというと、 あの、西村があそこで思い切って、その、あの、スピンをかけた、パスを遅れたっていうところが素晴らしかったと思うし、そうやってスピンをかけられるスペースができたっていうのは、あの、浮きたっていう存在が頭の中のすり込みにあったからの、京都の選手に。そういう節があった。 あの京都の選手にあのだから長野が発生させていた現象に惑わされてたっていう部分が実力なんかない長野なんかはっきり言いや、うん、その証拠にあのー、うんね守備だってそんなにいいチームでもないしぶっちゃけた話で あのね、僕が、その前回の動画で話したと思うけど、大宮でもね、おそらくこの現象が発生する。それは確信してる。それじゃあ、その原因のもと何かっていうと、杉本健勇。うん。この現象ってね、どういう現象が起きるかっていうと、じゃあ、浮田選手が、ね、すごい存在感あるって言ったじゃない。浮田選手以外の選手、 あの、バラバラで得点できたでしょ。これがし、あの、現象が起きてたっていう証拠なの。自分では目離したつもりはないんだけど、例えば、ああサンダ選手の得点は違うと思うけど、あのー、西村のあのパスができたのだって、現象が発生でき、してたから、あのー、ああいう寄せ方だったと思うんだよね。京都の選手。あと、セットプレーの時の、 あー杉がなんとなくマークマン剥がれたっていうのもあ、現象が発生してた証拠なんだよね。杉をマークしながらもマークマンの人は、あ、浮きた、浮きた、なんか嫌だな,な、とか。え、18万って今下がったんだっけいるんだっけっていう意識は絶対あったと思う。わかるこのね、 この現象っていうのは、その存在感のある選手以外の選手が、あのー、すごい得点力が伸びるっていう現象なんだよね。わかりやすく言うと。まんべんなく。え、ね、あの、自分が持ってる力以上のもので、あの、得点できちゃう。自分のマークマンが勝手に測れてくれるっていう現象なの。わかりやすく言うと。ね これさっきも言ったように、大宮でこの現象が発生するのを止めたくて、あの動画を出したの、実は。これは大宮でも発生するんじゃないと、原始症が、と。それは杉本健優っていう存在感の強いものがいて、他のいわゆる雑魚選手たちですよ。大宮のクソ雑魚選手たちが得点で,できるっていう現象が起きはみちめるんじゃないかなと。ただし、このね、現象も、あのー、 一見すると、自分以外の、プレイヤーに能力、ね、得点する能力を倍増させるっていう、あまあ、ドラゴンクエストで言うと何、何バイキルトみたいなもんですよ。あったでしょバイキルトって。なんか2倍の攻撃力、魔法使いがなんかやって、バーンって殴るとなんか、こう、に、ね、相手に、あの、2倍のダメージ与えられるみたいな魔法。全く一緒なんだけど、 実はね、効力っていうのも限られてんだよね。そうなの、実は。で、えっ、ー、とね、僕が察するに、この、現象が発生してから、その効力を失うまで、約半年ぐらい。これ、長野が失速したの、それぐらいだったの、ちょうど。2020年の時。だから、この、京都の、の一戦っていうのは、もう出始めなんだよね。 その、原子症の。僕の説明ね、あまり良くなかったと思うんだけど、本当はね、あの、映像使えたらいいんだけど、映像使っちゃダメだから、口頭でしか言えないんだけど。ね、じゃあ、この、原子症を防ぐ方法って何かっていうと、とにかく対面で見ないってことなの。自分のマークマンに対しては横で、横で、あの、 マークマンを捕まえるっていう方法しか基本的にはない。うん。まあもちろんそら、あの、マークマンに対して対面で見るっていうのは基本中の基本だけど、あのね、生地対面で見ようとするとどうしても他の選手の動きっていうのが視界に入ってきちゃうんだよね。うん。裏村上にき分かったこれが、 あの、2020年に長野パルセロで起きていた現象なのよ。うん。分かってなかっただろ、お前。で、これね、他のチームにも言いたいんだけど、おそらくね、この原子症は、うん、大宮だけじゃなくて、ね、J3 では大宮が多分発生する可能性は高いよ。だけど、さっき言ったように、対面で見ようとしなければ、あの、おそらくこの原子症って防げるの マーク、マークマンに対して。うん。でこれは他の、あのー、J1 でもそうだし、J2 でも発生する可能性はあるから。こういう現象は。うん。なんか大したことない雑魚選手にが、こうね、あの、ポカスカポカスカ。 あ入れられるっていう可能性。あのね、ひょっとしたらだけど、これは僕の,あの全部の試合見てないからわかんないけど、J2 でさ、今、秋田が、あのー、これといった選手がいないのに、今、いい位置につけてるじゃん。おそらくね、俺、現象が発生してんじゃないかなと思ってんのよ。うん。ブラブリッツ秋田。 その証拠に、えっ、ー、と、リーグ戦ではあれ、小松って先発どれぐらいされたかわかんないけど、点取ってないでしょ、多分。うん。でも小松以外の選手たちってそこそこ点取れてるはずなのよ。だと思う。うん。ねこのね、僕の説明よくなかったから、 あのー、どれぐらいの人が分かったかどうか分かんないけど、この現象がね。だから、あの、京都のサポーターの中で、あの、長野みたいなクソチームに負けて、けったクソ悪いやって思ってるかもしれないけど、実は違う。さっき言ったサッカー以外の部分のその原子症っていうものが発生していて、たまたまそれに勝ち合って、まあ、あ一種のね、なんて言ったらいいんだろうな。 霧霧ですよ霧深い霧が起き,た起きて運転するのって大変じゃないですか。運転したことあります深い霧の中で高速道路を運転する。怖いでしょそれと一緒の現象があのピッチの中で起きてたってことです。でじゃあ例えばさっきも言ったようにその一番存在感長野の中で存在感ある。 やつっていうのはさっき言った18番の浮田ってやつがいるから、あちょっと浮ただけは目離さないでおこうかなっていう言えば、まあ、ちょっと例えるなら車のライトみたいなもんですよライトの光みたいなもんですね。あっちの方向に何かいるよねっていう意識が、あ行った瞬間にもう剥がれてるかマークマンが。うん。そうでしょちょっと例え合ってるかどうか分かんないんだけど、あんまりいい例えじゃなかったかもしれないけど。 あの、それが、そのピッチの中で起きてたっていう現象なんじゃないかなと、と、うん、いうことです。はい。ぜひね、あのー、逆にね、京都もこの原始症をうまく利用すれば、今の位置から、あのー、残留だってできるし。そう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 。まあ、存在感のある選手がね、パッと出てきてくれれば、 その選手が発生する現象によって他の選手が得点取れるようになったりとかっていうこともねありえなくもないの。でもやっぱりそれって効力があって一定期間過ぎるとやっぱり人間の目って慣れてあの何て言うの効力を失うってことはやっぱり起き起こるんですよ。うん でね、僕が一番伝えたかったのことは何かっていうと、あのー、頑張ってほしいっていうことですあの京都のあサポーターに対してもそうだし京都の選手に対してもね、うん、まあね長野の中でも浅田選手に憧れてるちびっ子とかも結構いるんじゃないかなあだから余計ねあの J 1っていう場所でしぶとく食らいついてほしいなっては思います、うん で、次節、あれでしょルヴァンの3回戦、札幌でしょうわ下手に勝ったらどうしようかね札幌に。敵ばっかりしか作んねん。俺と一緒じゃんお前らやってることあ。わざと負けろとは言わないけど、あのー、まあ、気持ちのいい試合してほしいよね。うん、相手、 あ、あ、こいつに負けてよかったなって思えるような試合ね。うん、特に杉井くん,、うん。なんでそんなにバカなのこんなこと言いたくねえけど。なんでそんなにはしゃぐのはしゃぐような、あの、立場じゃねえし。お前ら J3 だぜ、ねえ。ギリギリプロっていう立場だよ。うん。 はしゃぐんだったら J1 の選手になってからはしゃいで。うん。っていうことでございます。は、う、い、ん。いや、本当にね、これからね、長野みたいなチームが出てくるわけですよ。このルヴァンカップ、J1 から J3 まで参加するっていう意義もあるし、あのー、鳥取あたりなんかね、あ浦和が来て、あの6戦、6千 6000枚チケット売れた、よかったって言ってるところもあれば、こう、長野みたいにね、うん。踏んだり蹴ったりっていうところもあるし、うん、あのさ、本当に J リーグのさ、広報の世耕大臣に似てるずんぐりむっくりのおじさんに言いたいんだけど、もっと考えてうん。頭勝ち割らなきゃわからないわかれ。 あと、よかったら、長野ースタジアム、あの、買ってくれる、うん、企業さんいたら、買ってください。あ、パルセロですかパルセロはいつだって追い出します。叩き出します。ね、え、邪魔だったら。うん。いいでしょう、別に。おいそんな言い方あるかよと、頑張った人に。あのね、頑張ったはいらないんですよ。数字が欲しいんですよ。うん。 常に5000人以上集められるっていう数字。うん。まあ、札幌戦どうなるかわかんないけどね。なんか、札幌もね、なんか気配が怪しいので、リーグ戦不調でしょまた下手に勝ったらまた憎まれるだけなのにな。うん、ということでございます。はい。 あいいですよ。噛みつきたい人は噛みついていただいて。ね僕の動画なんか、なんか、便所の落書きみたいな動画ばっかりなんで、基本的に。<laughs> えということです。はい。いやー、どうなるんですかね。ルバンカップ制するチームはどこなのか。ねもう、できればねー。 税金の負担したくないんだよね。うん、空気読んでほしいんだけどね、長野の選手には。嘘ですよ、ね。お客さん呼べるような素晴らしい試合やってくださいね、リーグ戦で。ね、ということで終わりにしたいと思います。はいね、今回いかがだったでしょうか、ね、またこんな話して申し訳ねえんだけど、よかったらチャンネル登録、 えっと、高評価。よろしくお願いいたします。え、ご視聴。ありがとうございます。